ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスとは、ドイツ鉄道の列車で、ニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速線を、最高速度時速 200km で走行する、快速列車の名称である。ニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速線は、ニュルンベルク・インゴルシュタット間の高速新線と、インゴルシュタット・ミュンヘン間の高速改良線から、構成されている。本路線は2006年12月10日の、 ダイヤ改正にて本格的な営業運転を開始し、アイスが最高速度時速3 0 0トルで走行している。一方、道路線はバイエルン州最大の都市である州都ミュンヘンと、同州第二の都市であるニュルンベルクを結んでいるが、本路線が開業する前はアウクスブルク、またはレーゲンスブルクを経由する必要があり、距離の割に所要時間がかかっていた。そこで、 バイエルン州内の2大都市間の所要時間短縮と利便性向上を目的として高速新線経由ながら特別料金を徴収しない列車が設定された。これが快速ミュンヘンニュルンベルクエクスプレスで同高速鉄道線が本格的に営業運用を開始した2006年12月改正より運転されている。高速新線を経由する快速列車はすでに マンハイムシュトゥットガルド高速新線での事例があったが、ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスは、高速新線を最高速度時速 200km で走行することや、高速新線の全区間を走行することが大きな違いである。このため、ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスは2007年現在、ドイツで最も速いローカル列車となっている。運営は、ドイツ鉄道の地域旅客輸送部門である DB レニオ、 車が行う。なお、計画段階では、高速鉄道線を経由して、州の首都へ向かうフランケン地方の速達列車を意味する、フレッシュの名称が予定されていた。ミュンヘン発、ニュルンベルク発のいずれも、5時台21時台に2時間間隔で1日、旧往復が運転されている。また、月から金曜日のみ、早朝にニュルンベルク発が1本運転される。 所要時間は概ね以下の通りである。ただし、最高速度が時速 200km とはいえ、最速のアイスは、ミュンヘン・ニュルンベルク間を最高速度時速 300km で62分、途中無停車で走るため、所要時間の点では、厳然と差がつけられている。また、ミュンヘン発、ニュルンベルク発の、各一本ずつを除き、途中のインゴルシュタット中央駅で、 アイスの対比を行う。停車駅は原則として以下の通りである。このうち、キンデンク駅とアラースベルク駅は、ニュルンベルクインゴルュタット高速新線上に設けられた駅であるが、両駅ともアイスは停車しないため、ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスは、同駅利用者の足となっている。なお、ニュルンベルク中央駅とアラースベルク駅の間には、ニュルンベルク近郊列車として、 アラースベルクエクスプレスが運転されており、同区間ではミュンヘンニュルンベルクエクスプレスと合わせて30から60分間隔の運転が確保されている。車内制御客車編成は6両の客車を電気機関車が牽引する形態となっている。電気機関車は高速新線での時速 200km 運転に対応する高速旅客用の101型が使用される。客車は 1.2等号作り車1両、2等車5両で組成されている。この客車はインターシティやユーロシティで使用されていた特急用客車を改装した専用の客車だが、車内設備に大きな変更点はない。編成の片端には運転台付客車が連結され、同運転台からの遠隔操作により、機関車が客車編成を推進する。 ペンデルズークとしての運転も可能である。この運転台付客車には自転車を積み込むための設備が用意されており、ドイツのローカル列車では一般的に行われているような自転車の持ち込みも可能である。ありがとうございます。